話し出したかな、なんかめっちゃさ目腫れててさ調子悪い。ほら目がやばい。ピロシちゃんかわいい。かわいい、ありがとう。さっきスーパー行っててさ、本当は8時ぐらいから始めようとしててんけどさ、なんかなんかぼーっとしてた。もう16分やん。いやいや16分ぐらい私だからってしてたんや。ぼーっとしてた。てかもう眠たいねんな。眠たい。みんな毎日お疲れ様。もう眠たい。っていうか手も洗ってないね。手洗ってくる。手洗ってくる。何してんねんって感じやけど。手洗ってくるわ。こんばんは皆さん。でも今日別に特に考えてないねんな。夜ご飯食べるってだけ。BGM 流そう。トゥットゥルトゥットゥルトゥットゥル。手洗ってくる。ありがとう。あ、そう。ちょっと買ったやつ冷やさないとあかん。なあ、桃買った。また桃。そう、今日は丼食べたくてサーモンとマグロ買いました。めっちゃくちゃ贅沢で、ご飯、チンご飯新ご飯で。で、なんかもう あとはじゃん、海苔ですね。味変用の海苔と、あとお味噌汁飲みたかったんで全部さインスタントで体に悪すぎやねんけど。あとはサラダあるんですけど、これはまあ今日は食べへん。てか BGM でかっ。洗い物もめっちゃ溜まってるからさ、洗い物しないとさ器ないかも。今日は何や。あ、モッツァレラチーズも買った。モッツァレラチーズと、え、あとさ購入品、スーパーの購入品紹介になってるけど興味ある？新しくない？商品のさ購入品
じゃあスーパーの購入品紹介。なんか家にさ、お腹空いたけど何もないわって時があるから、そういう時用にこういうのちょっと置いとこうと思って。買いました。あとはお水とか黒ウーロン茶とかです。で、私の好きな豆腐と冷ややっこしたい、食べたいから。え、待って、私さ、あれ食べ、え、なくなってる。あ、あったわ、もずくあったわ。あと見て、これこれ知ってる？大葉味噌。私もこれ初めて見た。大葉味噌、なんかご飯につけたら絶対美味しい。おにぎりご飯にって書いてあってさ、え、絶対に美味しいやんと思って買っちゃった。かいつ味噌に大葉の香りとピリ辛唐辛子がアクセントの甘辛味噌。ご飯のお供、おむすびの具、お弁当、あえ物、炒め物と様々なシーンでお使いいただけます。え、これ美味しかったらみんなにおすすめしよう。で、今日は白ご飯、青さ汁と海苔、もずくも1個食べるか。こんばんは。よし、じゃあちょっとさ、とりあえず冷蔵庫に直すものを直してくる。ねえ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 、ニラの素っていうさ、なんか海苔的なやつあってんけどさ、6月4日までやねやんか。無理かな、もう絶対に食べん方がいいと思う。これ今日飲んでた、美味しい。これ、え、前さ、前回の飲むヨーグルトハマってるって話してたやつは、高千穂の飲むヨーグルトと、もう一つ安田やったっけ、なんかあるやんね、あっちやった。でもこっちのやつも飲んでるけど、結構家に3本ぐらいストック置いてて、今日で全部飲み切ってんけど。ひろしちゃん、会いたい、会いたい。え、でもさ、スクラッチのアマングアス、アマングアスちゃうわ、もうなくなったんや。オンライントーク見て聞きましたよ、ありがとう。今月もスクラッチまたやりますからね、会いたいですね。え、どうやろう、無理かな。ニラのやつ持ってきてみるか。ちょっと青さ汁作ろう。で、ご飯チンしてくる、チンしてくる、チン。もうない、これ冷やさなあかんやつ、もうない。オッケー。
よし。あ、ちょっと待って、あれ持ってくるって言ったね、忘れてる。これやね、これやね。てか目やばい、目やばい。これやね、ニラのタレ 100g。 2023年6月4日まで。あー、やばいかな。いや全然、うわ全然普通やねんけど。見て、全然普通。でもこれさ、買ったはいいけどあんまり好きじゃなかったんな。みんな買ってみて。みんな買ってみて。ミラノタレ、これスクショしてこれ買って。そっか、1ヶ月や。7月やもん、今日つうか。そうやんな、なんか6月気分やった。やめときます。あー、いつもやねんけど、なんこんな感じでいつも物腐らせんねん私。もったいね。じゃん、お味噌汁でいけた。青さ、もともと酸味あるから傷んでても気がつか。もうそうですよね、ニラのやつ。え、みんな食べてみて。だってあれ気になるやろ、どんな味か。気になったやろ、みんな気になったはず。水いただきます。乾杯。ちょっとチンできたから取ってくる。準備は整いました。
え、でもこれさ、器とかに移した方がいいかな、丼にするんやったら。昨日さ、これはね、いつもハンバーグ食べるときに使ってんねん。びっくりドンキー風やろ。びっくりドンキー風やからハンバーグ食べるときに使ってるお皿、こだわりがあるなと思って。よしひ、結婚して、ちょっと待って、ニラよりも今日のふーちゃんの顔が気になる。おい、突っ込んでる。よくもそれ突っ込んできたな。おい、おいが出たぞ。おい、今日目がな、痒くて痒くてやばいね。すっぴんやねん、ほぼ。チークと眉毛とリップだけ塗っている状態。じゃあ行きますよ。ゴロゴロサーモン、これをご飯にかけるんですけど、マグロユッケも食べたくて、今日は最高のご飯だ。わー、久しぶりにお寿司食べたって思って。まずはこのご飯をお皿にぶち込んでいく。ピロシちゃんかわいい。うん、かわいい、ありがとうありがとう。お皿にぶち込んでいく。熱っ。これはべっきとした料理です。はい、これで、ね、汚い。お皿に、お皿ちゃうわ、お箸にこびりついた白ご飯も食べていく。落ちた今。え、なんか今さ、下にピュッと落ちたような気がするけど、見るわ、確認するけど落ちてはいないよ。あ、落ちてる。やめとこう、食べる。よしひ、2個半ハート10個ありがとう。はい、ここに。あ、いい匂いする。このご飯美味しいから。私がずっと食べてたさ、言ってたやん、麦ご飯みたいなのめちゃくちゃまずいからさ、あれ新ご飯でも。このご飯美味しい、アルプスのやつ。新ご飯受け付けへんね。これを多分これ2人前とかでしょ。これをね、まあちょっと乗せていって、だってタレが2個あるの、2人前じゃないって思ってるから、半々、マグロとサーモンのこれを半々にしていきたいと思うんですけれども。あ、いい感じ。これで、てか私机の上来たな。これでこのね、見て、ここに、うわー、ここにこのタレを、やっ、下手くそかも、タレかけるだけやのに。え、なんかめっちゃ辛いのかけたいな。最近辛いのめっちゃ好きなんやの。あい、うわー、おいしいだー、おいしいだー。こ
これは残りの分はちょっと避けてきますね。どう？なんかこれ三つ葉とか四つ葉？なんか草系ちょっとかけたい。ネギとか分からんけど。では皆さん、一斉のでいきますよ。一斉のおねでちょっと待って、日本語教おかしい。一斉ので、一斉のでって言ったら、みんな一緒にあの言葉をお願いします。一斉のでいただきます。なんで一斉のででみんな一緒に言わしたんってことになってる？はてなはてな。みんな、まずはお味噌汁から。私はね、みんなお味噌汁何が好きですか？私はやっぱりな、このなんていうの、海苔のやつ。え、四つ葉四つ葉、あ、四つ葉見つけたら幸せなのか。小学校の時によくみんなで探したやつか。私は青さが好き。あとここで一つ豆知識みんなに教えてあげる。聞きたい？でもやっぱ王道が美味しいですよね。わかめ、しめじ、青さ、じゃがいも、玉ねぎ、邪道じゃない？この私が飲んでるのは青さなんですけど、青さのお味噌汁は、あのお味噌汁じゃ、お寿司とか食べるときに先に飲むと血糖値が上がりにくいみたいな、太りにくいみたいな聞いたことある。揚げなすも美味しい。わかる。え、私お味噌汁にさ、じゃがいもは入れたことないけど、なんやっけ、かぼちゃじゃなくてさつまいもは好き。玉ねぎととろろ昆布、すごい、なんか新しい組み合わせやねんけど。家でやったらさ、家でお味噌汁いつも何、わかめ、うん、うん、うまー。てか熱すぎね。ライトがさないと漏れへんからライトつけたけどさ、ライトなかったら暗いよな。なくていいですか？うーわ、おいしい。じゃがいも、玉ねぎ、王道なんや。やってみようかな。ゆうって、私お味噌汁好きでさ、お味噌汁のさレシピがいっぱい書いてあるさ、レシピ本買ったぐらい好きなんよ。あ、違うわ、あれ豚汁や、間違えた、ごめん、豚汁や。でも汁も好き。実家の味噌汁は豆腐にわかめ、あと私お味噌汁よりさ豚汁の方が好きやねんか。だから豚汁がめっちゃ多かったあとカス汁めっちゃ好きやねん私。カス汁が好きで、
たし、この間帰った時飲んだっけ、年末飲んでないな。なんか実家帰ったらカス汁作ってもらうんですけど、サーモンとかね、鮭か、鮭入れて、あれカス汁ってどうやって作るの、カスを買わなあかんのかな。目かゆい、マジで目かゆい。なんかさ、お味噌汁とかさ、かす汁とか、あと何も一個、お雑煮かとかさ、地域によって全然違うよな、ご飯。日本でも地域によってさ、田舎ではさ食べられてって、都会ではあんま見たことないなみたいな多い。うん、口に入れすぎた。私ご飯食べるときめちゃくちゃ水分取るねん。人の倍飲む。味変でもずく食べます。もずく食べるの見られんの恥ずかしい。だってもずくってなんか食べ方キモいもん。中学生か。なんか食べられる、食べるの見られたくないとか言ってキモいもんとか言って、中学生やん、語彙力。私ね、そのさっきの話に戻るけど、白味噌のお雑煮食べたことない。あ、お腹いっぱいになった。でも私いつもすぐお腹いっぱいなんやんか。こっからが長いねん。お腹いっぱいになってからもう食べてるってよく言われるから、そう、すぐお腹いっぱいって言うねんな。いただきます。うん、本当はいつもこっからこうやって飲んでる、もずく。こうやって これがいつもの食べ方。私全然小食じゃないで、めっちゃ食べるで。びっくりされるぐらい食べるで、昔から。食い地張りすぎって言われる。お腹いっぱいって感じんのに、お腹いっぱいやけど食べたいから食べ続けるっていう。まだでも残ってる。なんかさ、中学生の時とかさ、お弁当とかさ食べてるところさ見られんのめっちゃ恥ずかしかったんけど、その男の子とかに。ちょっと異性意識してるやん、思春期の私。なんか恥ずかしかったんけど、嫌じゃない？なんか口にさこう運んでるとことか。だってさ、口に運ぶ瞬間の顔ってめっちゃブサイクやん。なんか中途半端、なんか
みたいな、そういうの見られたいやいやみたいななかったですか？なんか好きな人の前ではご飯食べられへんコートがいるやん、たまにそういうさ、なんか中学生の時めっちゃ恥ずかしかったんけど、今は別になんともないけどさ、その12歳から14歳あたりなんかそういう時期やったんですけど、思春期あるある。お客様さん流れ星いっぱいありがとう。なんでですかね。やばい、お腹空いてきた。お腹いっぱいって言ってたけどさ、お腹空いてきたわ。みんな怖い怖いやろ、言ってること。この数分で変わりすぎてて、みんなさ、めっちゃおっきな口開けて食べてんのどう思う？お上品に食べてほしい？もう、あーって。だってさ、ディズニーとかで売ってるさ、ターキーレッグとかさ、はっって食べないとあかんよ。ああいうの女子からしたらちょい恥ずかしいんじゃない？知らんけど知らんけど。獅子の顔で食べてほしいぐらい。好きな人がいるクラス行くときドキドキしてた。キャワタニャン、何そのエピソード。そんなんなかったんけど。いや、あったな、話したことあるやんな。あったわ、中学生の時は。好きな人じゃなくて、私の場合なんか友達と共通のなんかキャーキャー言える子を見つけて、なんていうの、なんか友達とのさ、秘密の共有じゃないけど、そういうのがしたくて3組やってんけど、1年生の時隣のクラスの2組やけ、2組のよしなんとかっていう子がいて、その子によしりんって名前つけてました。なんかカーディガンを着てはって、なんか何回も言ってるけど、カーディガン男子が好きやったのね、中学の時ね。で、全然その人の存在も知らんくて、私違う小学校とかやったから。で、しかもカーディガン着てるってことはもうさ、結構さ立ってるやん。出たヨシリン。みんな知ってるヨシリン。秋とか冬とかもうそれぐらいやんな。1年生もだいぶ終わりよっていう時期に、三者面談じゃないっけ、二者面談、先生とのさ面談みたいなのあるやんか、一人一人。それで私がちょうど終わった時に、ま、廊下でさ、隣のクラスの廊下の窓際のところで多分自分の順番来るの待ってはって、一人で。で、私なんかそのさ、めっちゃさ学校とかにさ、ワックスとかしてくってさ、イケイケみたいなさ人よりさ、なんか大人しそうなさ、そういうさちょっとひょろっとした人が好きっていうタイプやんか。知らんけど、みんなは知らんけどって言うやろうけど、いや知らんけどって。そう、なんか一番クラスで一番目立ってる人苦手なんで、そういうタイプじゃない、なんか控えめな感じで真面目な感じの子がいいのよ。だからそれでなんかね、コンのめっちゃ覚えてんねんけど、コンのめっちゃ覚えてるくせに名前はわからん、名前は知らんねん。ヨシリン、ヨシリンって呼んでたから、しかも影でね。ヨシリンが
ヨシリンが廊下通ったら友達にヨシリンがいるとか言って、そういう遊びじゃないけどそうやって言ってんのが楽しかったなっていうのありました。え、だからそんなドキドキとか可愛いもんじゃない。え、なんかいいですね、好きな子のクラス行くときドキドキするとか。え、私さ違うクラスに遊びに行ったこととかないわ、一回も。なんか2年生になって1年の時同じクラスやった子が私のクラスに遊びに来てくれるとかあったけど、自分から遊びに行ったことは一回もないわ。なんか違うクラスってさ同じさ学年のはずやのになんか急に異世界来たみたいな怖さないですか、全く知らん人ばっかでみたいな。なんか性格出てるけどめちゃくちゃ知らん人いっぱいいると怖い。一回も行ったことない。よし結婚して、ん、おとなしくてフロッとしてる真面目俺じゃんそうなんあ、そうなんや、真面目やほんまに。真面目かな、おとなしいか見えないけどな。考えとくな、ありがとう。なんか私の学校さ治安悪くてさ、なんか学校にさ購買とか買うためのパンとか、え、購買のパンとか買うためにお金持っていくやんか、そういうのとかさなくなったりすんのよ、取られてとか。で私の1個上の学年が悪くて、で私の学年は男の子っていうよりかは女の子が悪い子が多くてみたいな。そう、1個上の学年はなんか男の子がめっちゃ暴れてたイメージやねんけど、私の学年はヤンキーの女の子がいて、でもう1個下はなんか男の子やったっけな。なんか田舎やからさみんなさすることなくてか知らんけど、別に私も田舎やけどそんな飛行に走ったりしなかったから、普通に自分その本人たちがどうかしてるんやけどさ、お金とかなくなったりすんのよ。私は取られたことないけど、だからさなんか移動教室とかな、全部なもう窓の鍵とか扉の鍵とか全部閉めていかなかんの。その日のクラス、なんていうの、学級委員、その日の学級委員じゃない、なんて、日直か、え、日直ってみんな声に出して言って、響きが懐かしすぎて草モナピ会いたい、会いたいよ、ありがとう、私も会いたいよ、オンライントーク楽しみにしてるね、ありがとう。カミソリのフーコ、そんな名称なかった、え、カミソリのフーコなんていなかったよ、そんな呼ばれたことないから、私めっちゃおとなしいやから。おとなしいのにさ勉強できひんかってんの。ジャックナイフ風子、千原ジュニアさんや、ジュニアさんか、昔の若い頃の。むなび、ハート20個ありがとう、ハート。そう、おとなしくて勉強できひんから、塾、そう途中で通わされてん、ね、そしたらめっちゃ点数上がってさ、平均80点以上は絶対ありました。謎の自慢、38点とかやってん、ずっと中学入ってすぐ。で夏休みぐらいから近く、家の近くのおじいさんがやってる
なんかでも有名やねんそこ、少人数でみたいなやってくれるところで。でも私さ、中学電車通学してたからさ、その塾の同じクラスの子って言っても私含めて4人だけやねんけど、この3人が男の子やねん、しかも男の子で、で違う学校の子やったからさ、私ずっと一人で浮いてた。ほんでずっとマスクしてやってた。その中学の頃からさ、学校にもちょっと化粧していってたんですよ。でメイクしてない顔誰にも見られたくなかったからあのだいたいさ塾6時から10時までやねんけど、それまでにさもうご飯済ませて学校から帰ってきたらお風呂入って行っててんやんか。だからそれでもう絶対マスクつけて行ってた。マスクつけて絶対にその塾のクラスの他の3人の男の子と目合わんようにするっていう、一言も口を聞かへん。なんかでも話、男の子たちが楽しそうに話してんのをなんかちょっと話聞こえてくるのね。しかもな、席も5つあって、席がんで4人やからさ1つ余るやんか。だから私さ席1つさ私の隣開けてめちゃめちゃ感じ悪かったやろうな、席開けて座ってて。で多分あの子たち野球部の子たちやってんな、どうやら話の内容的に。懐かしい。ていうかさ、よく私なんか NMB 入る前のさこういう同じような話しがちやねんけど、みんなさ一番古い記憶って何ですか、みんなの中で。もう一番自分の中でこの記憶が一番古いなみたいな。3歳、私は3歳とかやねん確か。2歳とか1歳時の赤ちゃんの記憶ほぼない。3歳ぐらいやと思う。その幼稚園のなんか部分的やけど、幼稚園でなんかあれ何やったっけな、なんか水のねなんか流れるそうめんみたいなさなんかを作ったんですけど、別にそうめんを流すわけじゃないねんけど、めちゃくちゃでっかいさ、しかも幼稚園の敷地内で、あれのその授業みたいなのがめっちゃ嫌やってさ。幼稚園、あとプールの授業も嫌やった。幼稚園のさ屋上にプールがあったのね。もうプールも嫌やった。なんか私さ変にさ潔癖やから、なんかその当時からなんか分からんけど、なんかちょっと足さ気持ち悪かったよな。あとめっちゃ覚えてんのが大ちゃんやなんか整列して男女で並んでさペアになるねんけど、その隣の男の子が太っちょの大ちゃん、大輝くんっていうのめっちゃ覚えてる。潔癖の割にニラ。じゃあね、ご飯系はいけんねん。いやいけるって言っても、人がさ例えば飲んだペットボトルとかは絶対無理。え、無理やねん。人が使ったお箸とかスプーンとかフォークとか血つながってても無理。家族でも無理やから失礼やなって言われんねん。え、それなんかお箸変えてとか言うもん。なんかなんやろな。え、でもなコンサートの時とかもさ水とかさ、あのたまにその自分で名前書いて避けてたのになくなってたりすんのよ。
みんなと同じの無理やから。そういう時とかにさ、だけど飲まないともたれるっていう時とか飲んでさ、なんか若干わかる？若干やっぱさ、なんかなんか味するやんか汚いけど、なんていうの、なんか他の人の口の匂いなんかな、あれ。なんかそれがめっちゃ気持ち悪いねいや、しかもな、ライブとかな、そのストローで置いてんやんか。このここやったらまださ、こう浮かして飲めたりするけど、ストローやからな。ストローやからもう地獄。ああもう、でも出番やし、あーもう飲まないとあかん、うんみたいななる。でもなんか潔癖やから、そういうのめっちゃ気になんねんな。なんなんやろ、なんか味すんねん人の嫌やねんけど。じゃあみんな名前なんか書いてないから、適当に水バーっと置いてたりするから、あの別にね、誰よって決めてないねんね。誰飲んでもいいよっていうように置いてね、いつでも飲めるように。あとコップもあんねんけど、その時間ある時はさ、わざわざさ、あの自分の行方不明になったらコップに注いでこうやって飲むねんけど、普通にこういう感じでこういう 500ml の水がバババッと置いてあって、そこにストローさしてあって、で出はけん、その袖で飲むみたいな感じやねんけど、そういうのがみんなで回し飲みとか気になる子は自分で名前書いてさ、端っこの方に避けたりとかできるやん。私は絶対避けたい派やねんけど、かもうその絶対にコップで飲むか。だけどもう最悪な時さ、もう超早着替えでない時とかさ、時間ない時にもう、あもう飲むしかないって飲むねんけど、なんかやっぱちょっと若干気になる。とかでも衣装とかは気にならへんねん、あんまり。衣装とかのさ、みんなアンダーで私のやつ着てて、で次私が着てとかでも全然気になれへん、洗濯してあったら。でも公演衣装洗濯あれしてないよな、当時。今思ったらちょっと嫌や。他だから特にな、そのでも賞味期限切れのご飯とかは全然気にならへんねんけどなんか水回り、それこそだからさ、ずっとこれは口うるさく言ってるけどさ、プールのさ着替えるところとかさ、もうちっちゃい頃とか市民プールとか行くやんか。なんかあのもう青いさ、なんかあるやん、下に引いてあってみたいな、もうあんなん歩かれへんくて、えこれ靴乗っていいみたいな、靴で乗っていいみたいな、気持ち悪すぎてさ。プールサイドとかも、まあ、水回りになるとめっちゃ気持ち悪くなる。え銭湯とかもそうやね。あでもプールの方がまだ、じゃプールの方が嫌、銭湯の方がまだマシで、プールの時はもう最悪。とか言ってちゃんと入ってましたけどね、学生の時は。大人になってからプールは行ってない、一回も。マジで行ってないわプール。でもナイトプール行ってみたいけどな。お腹空いてきた。ああ。次、お味噌汁はもう全部飲みました。マグロユッケ乗せて食べよう。
さ、ユッケのタレじゃなくて醤油がいいな。ちょっとこれをずっと外に出してたから危ない。よいしょ。醤油を持ってきました。お腹いっぱい。どっちやねん。はい、わさびかけた方が美味しいかな。てか普通にユッケ丼やからユッケのあれかけた方が美味しいか。マグロ嫌いとか言ってたくせにな。あ、おいしいじゃん。喋りながら食べてるから口の中めっちゃ丸見えやんな。すんまそ、すんまそん、すんまソング。ちょっとご飯残りそうにないな。大葉味噌食べたかってんけど。え、みんなニラのやつ買ってな。あれアマゾンとかで買えへんかな。みんなのご飯のお供もまたおすすめとか教えてほしい。なんかね、私の好きなストリーマーさんでさ、あ、顔に醤油ついたかも。私が好きなストリーマーさんでさ、なんか視聴者さんから募集したアマゾンのおすすめ商品を買うみたいなの定期的にやってる人ってさ、それが面白いね。だからみんなのおすすめ知りたいな。別にご飯のお供じゃなくても。何でもいいねんで、おすすめ商品って言って。飲酒配信いつにしようかな。お酒忘れてた。いや、さっきのさ古い記憶の話に戻っていい？え、家で大葉育てて醤油漬けめっちゃくちゃなんかすごい自家製や。美味しそうやし、しかもみんなさ、梅ってさ、やらしい話やけどさ、梅10年つけたらさ、たったこんだけの梅が価値がめっちゃ上がるらしいで。あ、めっちゃ手が醤油臭い。ほんまかな。
梅干しつけるってめちゃくちゃ大変やから。ね、マグロさ細かく切った方が美味しくない？なんかお寿司で食べるマグロより美味しいねんけど。ユッケってどう違うの？マグロのユッケってなんだそもそも。え、私なお肉のユッケ好きなんよ。もう食べれるとこないけど。おいしい。ごちそうさまでした。完食しました。確かに細かく切ったら醤油とかの味付け変わるもんな。うん、危な。もずくね、もずくの酢がさ喉にドーンってきてむせそうになった。もずくあるあるじゃないこれ。配信で食べる食べ物じゃないわ、もずく。これブハッとか言ってさブハッとか言って吹き出してたらやばかった今酢やからさ、ならんたまになんかうまくうまいこといかんくて汚っ。しかももずくがもうなんかあれはぬるくなってて、ぬるいもずく初めて食べた。でした。もう寝るか。私の手ぬくぬくやね。ぬくぬく。さっきのさ一番古い記憶。3歳、家出るところ段差でこけて泣いた。4歳で交通事故で入院。1回乗り継いであちこち旅行行った。ほう、いいですね。私も3歳ぐらいやな。赤ちゃんの頃の記憶って全く皆無やわ。覚えてたかったけど、なんかねお母さんの話聞く限り、私さ顔濃い人めっちゃ苦手やってんて。
なんかお母さんの友達に顔濃い人いんねんけど、その人に会うたびにめっちゃ泣いてみたいな言ってた。確かに顔濃いねんな。なんか顔濃い人はなんか怖かったみたい。なんでやろ、赤ちゃんの頃からさ、この人は怖いとかそういう認識あんのかも。このこういう顔の人怖いみたいな。多分さ、全赤ちゃんがそうじゃないやろきっと。私がのだけやもんな。弟がさ、なんか人に抱っこされて泣かれてるとかなかったもんな。なんか 誰にでも懐く子やったからさ、私とは真反対。私はすぐ泣いてたらしいし、なんかそういう時の記憶があったらもっと楽しかったやろ。もっと楽しいって変やけど、覚えてたかったな赤ちゃんの頃の記憶。ボスベイビーみたいな感じでさ、あんな赤ちゃん。危ない、ゲップ出そうになった。言っていくスタイル。赤ちゃんの時からしっかりしね、あんだけしっかりしてたらありえへんことやけど。ボスベイビー知ってる映画？私もちゃんと見たことないけどやで。赤ちゃんいいよな。私子供は好きなんですけど、子供は好きやけど、なんかさ、あの中学生ぐらいのなんか子供でもない大人でもない女の子は苦手やね。どう接していいか分かれへん。ほんまに子供やったらなんか一緒に遊べたりできるけどさ、とかなんかあと比較的小さい男の子も喋りやすい。なんか私な、病院でな、入院するとかなんやろ、なんか流血とかでっかいな事故みたいな怪我したことないから、唯一あるのが車のドアに親指自分でバンって閉めた時に一緒に挟んじゃってめっちゃ腫れて病院行ってみたいなのがあったけど、その時どうやったっけ、めっちゃ痛かった。あるわ、めっちゃ流血したの。ここまだな、触ったらポコッて跡残ってんねんけどさ、犬に噛まれた。幼なじみのお家のワンちゃんにこうやってつまんでおっとってあげたら、ガブってそのままいかれて、ここに穴開いてな、血がポタ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 って落ちてきてパニックになって、一番痛い、それが一番痛かったかも。もう泣きすぎて、でも覚えてない、号泣してさ、あーって痛すぎて。でさ、血とかもさ、こんな大量の血みんな初めてやったからびっくりして、ほんでとりあえずなんか知らんけどお母さんになんか洗えって言われて、洗うよって言われて、その洗面所でな、この傷口をないっぱいバーって流したんよ。もうそれが痛すぎて覚えてる、あーって言って泣いた。だってこの洗面所のここがまだ覚えてるもん。このシーン、手をな、手、自分のな、手な、お母さんがこうやって持ってな、こうやって洗い流されてる、この水が流れてるここの、ここのなシーン、まだなんか思い浮かべるもん。あのワンちゃんもう死んじゃったかな、結構でかかった。だけど狂犬病とかの心配はなくてよかったんですけど、狂犬病のあの注射は売ってるからって言って、でも病院行って、あと残っちゃいましたね。結局まだポコってしてる。だからさ、あと残るってことはさ、結構さ、やっぱ肉まで行ってるのよこれ。痛かった。もうでもそれぐらいしかないな、記憶にある限り。大人になってからなんかそんな痛い思いしたことない、物心ついてから。その時も言うてまだ子供やからよかったわ。もう今さ、そんなあと残るほどの、あ
あった、あと残ってる気がしてる、ここ。え、これいつやろう、2019年ぐらいかな。割ったお皿をさ、家でなんか割っちゃって、お皿を、ほん、え、違ったっけ、どうやったっけ、私なんかここグサって切れたんよね。そう、ここがまだ残ってんの、これ。ここ2、3年の話やと思うねんけど、一人暮らし始めてからやから、グサッって言っちゃって、でさ、そうグサッって言った時はそんな痛くなかったのね。やけどなんか血が止まらへんくなってさ、びっくりして、私その切ったことないから、こんななんか血バーって出るほど、それでびっくりしてずっとこうやって止めててんけど、ずっと止まらへんくてみたいな。でどうして病院行こっかなって悩んだけど、夜遅かったし、もうちょっと今日はやめとこうと思って、次の日行こうってしててんけど、結局病院行かずほっといたら後なっちゃいました。でもあの時もなんかさ、肉が見えるっていうんですか、しかもここやからさ、お風呂とか入る時な、しみんのよね。だからこうやって、もうこっち右手だけで、まだ左手でよかったよな、右手だけでこうやって髪の毛とか洗うようにしてて、ここは極力さ、だってこうやってなんか動かしただけでここがパカってなんかこう割れちゃう感じがしてさ、余計あと残ってます、ここ。痛かった、これもあるやん、結構なんか手切る系は多いですね。それで言うとお母さんもなんかさ、いたとか言ってめっちゃざっくり切っちゃってるのとか見ても、私それだけでめまいすんの、なんか血見ただけでめまいする、ほんまに。小学校の時からなんですよね、これは。めまいするわ言うて、人の血見ると。弟は昔からすっごいもうね、やばいことになってるから、もうあれ以上傷を増やさないでほしい。頭から流血し、見たことある？びっくりしたわ、もう弟。まだ子供やったけど、かわいそう。私が悪いねんけどさ、ちゃんと2人で公園遊びに行ってさ、あんまちゃんと見てなくて、私がずっと携帯ばっかいじってたんよね。小学校俺の4年生とかかな、とかで、私は滑り台のところにこうやって座って携帯バーバーって触ってて、弟がまだちっちゃいねんけど一人でブランコ乗ってて、なら急にわーみたいな、異常なわーじゃない、もうギャーみたいな、ギャーみたいな、すっごい今まで弟の泣き声で聞いたことないぐらいの悲鳴みたいな泣き声聞こえてきてさ、でさ、私「もうまたこけてる？」みたいになったんよ。何してんの？みたいな。でバーって言って、しかもそんなさ血出てるなんて思ってないから、もう早くみたいな。なんで私あんな冷たい、もう早くとか言ったら、パッてさ起き上がらせたらさ、血ブワーってさ、そのもう階段じゃあ何、ブランコの下にさ、なんか血がブワーって出ててな、でなんかこの頭のここぐらいからなんかブワーって血出てて、吹き出し、なんかもうポタ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 みたいな、もう血なんていうの、血の水たまりになりそうなぐらい出ててな、びっくりして。私もそれでギャー言うて、ちょっとネーナの肩、ネーナの背中に早く乗ってとか言っておんぶして、てか携帯持ってるからすぐにさ親に電話するか救急車呼んだらいいねんけど、もうとにかく家まで走って帰るぞみたいな。あんなあれさ、私よくこけへんかったなと思って、今さ大人になってあの状況振り返ってみたら、絶対頭動かさん方がいいやんか、頭打ってるから危ないから。やのにさ、そんなんも頭になくって、子供やったし、なんかもう気が動転して血見て、なんかもう全速力で、私さサンダル履いててんけど、どうやったっけ、なんかもう全速力でおんぶして、で坂やったんよ、坂が続いてて、坂の上にちょうど公園やって、ですごい急激な坂で、で家が
ちょうど坂の下らへんやったから、この坂をバババババってすごいすごい勢いで橋下ってたよ。橋ってなんか日本昔話に出てくるようなさ、坂分からんけど言っても。それでさ急いで家連れて帰ってんけどさ、あの坂でこけてたら二人ともおしまいやったよな。今考えたらゾッとすんねんけど、おんぶしてこけてて二人とも頭打ってさ、あぶねえ、あぶねえ、なんともなくてよかった。ヒヤッとするわ今考えたら。でさ血がな、弟の頭から吹き出てるからさ、私にまで血がべったりついてさ、ここらへんとかで。ちょうどその時白の T シャツ着てたんよ。白のなんか長袖、覚えてんねんけど、長袖の T シャツでワンピースみたいな、キャミワンピースみたいなの着てて、ほんでお母さんにもう玄関着いた瞬間からドアバーッと開けて、ママーみたいな、早手が死ぬみたいな、あ、名前言ってもったんや、終わった終わってんねんけど、弟が死ぬみたいな言って、今嫌な汗吹き出たわ一気に一気に嫌な汗吹き出てる、熱っ、弟が死ぬみたいな言ってさ、熱っ、弟が死ぬって言って、で急いでなんかタオルとかで傷口バーって押さえて、で救急車呼んでもらって、だからそれで初めて救急車乗ったんですよ。でもね意外とねそんななんか大事にはならなくて頭はほんまに血が出るらしいで、いっぱい、そうコメントにあるけど、頭は血がすごい出るってあるやんか、ほんまに血めっちゃ出るらしい、大変。でもう何がかわいそうやったかっていうと、ホッチキスでパチンパチンって傷口止められんよ。なんか縫うまで行くんかなって思ったらさ、あんなに血出てたのにさ全然なんか大丈夫みたいで、縫わんでも、しかも麻酔なしでな、なんか医療用ホッチキスあるやんかあれでさパチンパチンって止められんのめっちゃかわいそうやった。バッシもめっちゃ泣いてたらしい、私行ってないけど。やばくない？かわいそすぎて痛い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 、考えるだけで痛い痛い。でもその後も次々にさ、弟もなんか木登っててさ、木から落ちたり、木から落ちて骨折したりさ、なんかすごくない？木登ってて木から落ちて聞いたことないねんけど、木登りやばいよな。あとなんか毛虫触ったらあかんって言われてんのに、ちっちゃい頃やけど触ってなんかわーってなって病院行ったりとか。今は虫めっちゃ苦手らしいんだけどさ、でもなんか最近でもさ、なんか前ツイートしたことあるけどさ、なんか入院とかしてたりしたやんか。あれもさ自転車とかもなんかめっちゃ事故2回ぐらいしてんの、自転車で事故、それも2回ともなんか入院してるし、怖いよなほんまに、なんか命の危険やったらしいしなんか頭打ったらやっぱさ怖いよな、頭打ったらすぐ病院行った方がいいよ。なんかしかもな、それもな、最初全然その歯さ折れたりとかしてさ、なんか外傷はひどかったよ、ここ塗ってたしとか、なんかもう血だらけになったみたいで切れたりとかして、で頭は CT 取ったけど何も異常なくてみたいな、やけどなんか事故あってからなんか数日なんか水が鼻から垂れてくるってずっと言ってやったみたいで、
なんか鼻水かなって思ってたけど、鼻水どうやら鼻水っぽくなくて、なんか水がなんか鼻から垂れてくるってずっと言ってやってみたいな。私はその時さ実家にいないから全然母から聞いた話なんですけど、でなんかそれ一応怖いから先生に言っときって言って、先生に言ってもう一回ちゃんと見てもらったら、何やったっけ、なんか脳のさ液みたいなのが漏れててみたいな。でもだからあかんって、これはあかんって言って、もうほんまに頭1ミリも動かしたらあかんって言われて、もう絶対安静になってみたいな。だからさ気づいててよかったよな。そういうのもさ、もう鼻水かなみたいなんでさ、もうそのままにして1日2日で退院とかして普通に生活してたらさ、何があったか分からへんからさ、マジで怖いやんか。だから皆さんはそんなことないかもしれへんけど、マジでちょっとのさ、ちょっとのなんか異変感じたらすぐにさ、そう髄液みたいななんじゃないかな、なんかもう絶対に頭動かしたらあかんって言われたみたいなもん。もうそっからずっと入院してはった、もう絶対安静でもう絶対動いたらあかんって言って、めちゃくちゃ怖い。やっぱどういう作りなんかな脳とかって。やっぱ繋がってんねんな。ほんでなんか鼻から出てくるのって怖い。なんか急にホラーっていうかすっごい怖い話になっちゃったけど、今はもう元気らしいんで大丈夫そうやけど、皆さんも気をつけてください。私も気をつけよう、ほんまに。なんかな、うっかりしてさ階段ちょっとあれみたいな、もう一段あると思ってやったけどないとかなった時にちょっとなんかカクってなったりするから、階段の時とかもう一段あるつもりでなんか降りようとしたけどなくて、なんかわかる、こけそうになるの。逆にさ一段ないと思って降りたらもう一段あってうわってなったり。階段あるあるやな、気をつけよ、ほんまに怖いわ。お水飲もう。食べられへんかったな、海苔との味噌白ご飯どんだけ食べる気やってんって感じのあれやけど、ご飯のお供ばっかり。これ冷蔵庫冷やしてくるわ、この味噌。あかんそうじゃないのか。もうお腹いっぱいやな。なんか久しぶりにちゃんとご飯食べた感じする。久しぶりではないけど。お菓子ばっか食べてた頃な。冷麺食べようと、冷麺ちょっと次
冷麺買ってる。熱すぎるもんな、嫌だ。あんまりご飯食べれてない。うん、食べてるで、食べてるけど、なんかちゃんとしたご飯食べてなかった。ご飯っていうか、このなんか白ご飯ね、ご飯を食べてる。昨日とか夜さ、なんかよくさ、コンビニとかスーパーにも売ってるさ、何やったっけ、春雨のやつあるやん、なんかご飯のお供にみたいな、お湯で沸かしてインスタントのやつか、インスタントの春雨みたいなのかき玉をお湯注いで食べて、でちょっとそれだけやったら物足りひんかったから、なんかバタークッキーめっちゃ好きやねん私。バタークッキーをもう一箱ぐらい食べた。めっちゃ美味しいバタークッキー、前みんなに言ったことある気がするけど、それでお腹膨らましたんですよ。で今日はさ、カフェオレ飲んだぐらいやったから、あ、じゃあカフェオレとバナナ食べたわ。私何が一番好きやろう。担々麺のやつが好きなんよ。担々麺とかき玉と、あとワンタン、ワンタンやっけ、ワンタンのやつを3種類買い置きしてて、でもかき玉しか残ってなかったからかき玉食べたんやけど、もう買い物行くの嫌やって時に、そういうインスタント系食べたい、食べてみたいな。うん、だからカレー飯とかも買っとこうと思って、そういう時のためにね置いてる。なんか夏ってさ、辛いとかカレーとか無性に食べたくなりませんか。カレー夏食べたくなる、なんで。爆発した、なんか今爆発したよな、バフン。なんかな、夏といえばカレーなんよね、勝手に。いやでも中本のラーメンまた久しぶりに食べに行かなくちゃな。行動に移すの早かったやろ、中本ラーメンインスタントで食べて、え、こんなに美味しかったん、びっくりって。だってみんなに店舗行きたい店舗行きたいって言ってたから、行くの早かったやろ私。食に関して行動早すぎね。行きたいな、またあんま辛くなかったから、レベル3ぐらいのやつもう2個ぐらいあげようかな。
ということで、ご飯も食べ終わって、私の弾丸トークもお届けしたんで、そろそろ終わりにしようかな。皆さん今日もお疲れ様でした。唐突な終わり、唐突に終わりは唐突にですね。今日私一人でなんか喋りすぎたかな。いつも、まあそういうもんやな。でもみんなとの掛け合い楽しかったです。みんな今日も配信視聴とコメント、そしてギフト送ってくださった方、ありがとうございました。ピロシちゃんお疲れ、ありがとう、お疲れ様。ピロシちゃんも一日お疲れ様でした、ありがとう。それでは皆さん、いい夢を見てね。こんなん言ったことないねんけど。こんなんあんま言ったことないねんけど、あんまりこういうの恥ずかしくなってきた。なんかなんだかな。え、今日って火曜日やっけ、水曜日やっけ、今日水曜日だ。え、そう、勤労忘れそうやな。もう めちゃくちゃファンクラブとかでめっちゃみんな言ってよ、私に。今日勤労みたいな。今日火曜日やな。オッケー。ちょっと待って、明日もまた元気やったら夜配信しようかな。みんなも夏バテ気をつけてください。まだ夏ではないけど、夏やんの。でももう7月やもん。ということで、改めて配信視聴、コメント、ギフト送ってくださった方、ありがとう、いつもありがとう。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。またお酒飲む酔っ払い配信するね。夏やんな、7月。じゃあね、みんなも気をつけて。あ、羊さん、これはかわいい青い流れ星1個、きれい、ありがとう。羊さん、いい夢見るんだよ。羊さん、ありがとう、嬉しいよ。ということで終わりますね。おやすみなさーい。バイバーイ。ありがとう。